フランツ・ヘスラー、ドイツ語、フランツ・ファースラー、または、フランツ・ファースラー、1906年2月4日から1945年12月13日は、ドイツの軍人。第2次世界大戦中、新衛隊の将校として、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所、ミッテルドーラ強制収容所、ベルゲン・ベルゼン強制収容所の監視庁を務めた。最終階級は、 親英隊中尉戦後は連合国によって逮捕され、ベルゼン裁判において人道に対する罪における有罪と死刑判決が言い渡された。1945年12月13日、ハーメルンの収容所で公主刑に処された。1906年、ヘスラーはドイツ帝国シュバーベン・オーベルドルフにて職長の息子として生を受けた。彼は早くに学校を辞めて、 写真家になるが、その後は倉庫の労働者を経て1930年代の大恐慌の中で失業者となる。1932年11月には国家社会主義ドイツ労働者等に入党し、同時に SS にも入隊している。この頃、ヘスラーは結婚して3人の子供を設けている。SS 隊員になったヘスラーは、すぐに新衛隊中尉まで昇進し、 武装親衛隊の予備役士官にも任命されている。1933年7月にダッハウ強制収容所が設立されると最初の職員の一人として赴任した。監視として勤務したほか、後には料理人なども務めている。第二次世界大戦の勃発前後まで彼はダッハウに勤務していた。1940年6月、ヘスラーは新設のアウシュビッツビルケナウ。 強制収容所に移る。最初の大量輸送、すなわち6月14日のポーランド人政治犯728人の到着にも居合わせた。彼は収容所の領職班に勤務する傍ら、しばしば付属収容所の監督官としても活動した。1941年初頭には収容所の労働指導者に任命される。1941年7月28日、ヘスラーは アウシュビッツ収容所からゾンネンシュタイン城まで収容者575名を移送した。ゾンネンシュタイン城は、いわゆる特別措置 14F13 に従って安楽施設が設置されていた。1942年6月、ヘスラーは、オットーモール、ハンス・アウマイヤーと共に、第一収容所における反乱で逮捕された168名の処刑に当たった。 1942年には、ゾーラヒュッテと呼ばれる在物種での、新衛隊員向け保養地建設計画に参加した。1942年、アウシュビッツ収容所が正式に絶滅収容所に指定されるとえ、スラーも、職員の一人として様々な役割を担うことになる。1942年9月から11月まで、彼は収容者による、旅団規模の部隊、 ゾンダーコマンドヘスラーを率いていた。この部隊の任務は、第一収容所の集団墓地に埋葬されていた10万7000人分の死体を掘り返し、第二収容所に新しく設置された焼却棟へ運び込むことであった。ゾンダーコマンドヘスラーの隊員となった収容者は、その業務が完了した後にほとんどが処刑された。この任務を遂行するにあたって、ヘスラーは、 ルドルフ・ヘイスラと共に、ヘウムの強制収容所を9月16日に訪問し、パウル・ブローベルによる活動の説明を受けている。この頃、ヘスラーは、主に第一収容所の古い仮想場に勤務しており、合殺などにも関わっていたという。1942年8月30日から11月17日まで勤務していた収容所付け軍医のヨハン・クレーマーは、ヘスラーが、 オランダ系ユダヤ人1703人の移送に関与していたことを証言している。処刑に関してだが、私自身が1942年12月10日に日記に記したように、その日およそ1600人のオランダ人がガス殺されたことを断言する。この数字は私が何人かからの聞き取りによって推測したおおよその数字だ。それらの活動は、 ヘスラーという SS 将校が率いていた。彼は小さなガス室に全員を押し込もうとしたものの、最後の一人が入りきらなかった。すると、ヘスラーはリボルバーを抜いてその男を射殺したのだ。なぜ私がそんなことを日記に書き残したか、ガス室前の生産な場面を忘れられなかったからだ。ヨハン・クレーマー博士、1947年7月18日、アウシュビッツ裁判における、 証言1943年中頃、ヘスラーは収容者の中からアーリア人の女性を募集する任務に就いた。募集にあたって、より良質な食事と保護を与えると宣言していたが、実際には、第一収容所内に新設された、慰安所による募集だった。1943年8月、彼はアウシュビッツ女性官房の官司長に昇格し、 管理長のマリア・マンデルと共に勤務した。この頃、彼は、いわゆる選別と処刑にも関与している。アウシュビッツ収容所から生還した、元ゾンダーコマンド隊員、フィリップ・ミューラーは、ヘスラーが、ギリシャ系ユダヤ人のグループを、ガス室に送り込む際に次のように話していたと、証言している。収容所管理部に代わって、諸君を歓迎しよう。ここは保養所でこそないものの、 強制労働収容所でもない。第三帝国の勝利のために、前線のドイツ将兵が神名を落としているように、諸君もまた新たなヨーロッパの繁栄のために、ここで働かねばならないのだ。どう働くのは諸君次第だ。チャンスは諸君ら個人個人のためにある。我々は諸君の健康を保証するし、十分に高級な仕事も保証する。戦争が終わったなら、 我々は諸君を評価しなければならないし、それにふさわしい扱いをしなければならない。さて、まずは服を脱ぎたまえ。用意されているフックに服をかけ、その番号を忘れないように。入浴が終わったなら、スープやコーヒー、紅茶が全員に用意されている。おっと、忘れるところだった。入浴が終わったら、身分証明書や、卒業証書、学校のレポートなどの書類を用意してほしい。 我々は諸君の能力に応じて仕事を割り当てなければならないのだから。糖尿病患者がいるなら入浴後の紅茶に砂糖を入れないよう職員に申し出るように。フランツヘスラー SS 注意1944年3月15日から5月15日までの短期間占領下フランスのモースバッハに設置されていたネッカーエルツ強制収容所にて所長職に就く。ネッカエルツは ナッツバイラー・シュトゥルトホフ共制収容所の付属収容所であった。1944年6月、連合国によるフランス上陸が始まる頃、ヘスラーはアウシュビッツに戻って1945年1月に収容所が破られるまで監視庁として勤務した。1945年1月、東部戦線では赤軍が各地で勝利を重ねていた。これを受けて、 アウシュビッツ収容所職員は、ミッテルドーラ強制収容所への退避を開始した。アウシュビッツ収容所所長リヒャルト・ベアは、ミッテルドーラの指揮権を引き継ぎ、ヘスラーも再び監視庁となる。1945年4月5日、米第三機構士団がミッテルドーラ収容所に迫ってくると、ヘスラーは未だ機能しているベルゲンウェル全収容所への収容者の移送を指揮した。 この移送の最終段階では、いわゆる死の更新も行われた。逮捕後、収容者の死体を積んだトラックの前に立つヘスラー1945年4月8日、ヘスラー率いる護送部隊が、ベルゲンベルゼン強制収容所に到着する。到着後間もなく、ヘスラーは、所長ヨーゼフクラーマーによって、副所長に任命された。ベルゲンベルゼンでは直接収容者の銃殺に、 加わっており、後の裁判で裁かれる罪の一つとなった。1945年4月15日、ベルゲンベルゼン収容所が解放される。ヘスラーは収容者の服を着て隠れていた。逮捕された SS 隊員らは、すぐに放置されていた収容者の遺体を埋葬するように命令された。戦後、ヘスラーは、リューネブルクの英軍事法廷で開かれた、ベルゲンベルゼン裁判で裁かれた。 1945年11月17日、公主刑による死刑が言い渡される。1945年12月13日、ハーメルン刑務所にて死刑執行人、アルバート・ピア・ポイントの手で処刑された。ありがとうございます。